下原ダムは、岐阜県下路市金山町中切れの一級河川、木曽川、水系平川中流部に建設されたダムである。中部電力が管理する発電専用ダムで、高さ23.0メートルの重力式、コンクリートダムである。東方電力による平川の電力開発事業の一環として1938年に完成した平川では、比較的歴史の古いダムである。 その後日本初送電の管理を経て1951年より中部電力が管理を承継し現在に至るダム下流にある下原発電所によって最大2 2 0 0 0ットを発電するダムによって形成された人造庫の名称は特に付けられていないが鉄道ファンの間では撮影スポットしても知られるダムである日田基礎川国定公園に指定されている 日本電力が施行したセット第二発電所の取水口である西村ダム。東方電力の水力発電計画に影響を及ぼした。日田川は急流で水量も多く、水力発電を行うには絶好の河川であった。開発の歴史は古く、大正時代には日本電力と東方電力が競うように日田川流域で水力発電事業を進めた。 このうち、電力王こと、松永安左衛門が率いる、東方電力は1919 19年、前身である、岐阜工業発起人の時に、日田川第一、日田川第二、日田川第三発電所の推理権使用申請を行い、河川管理者である、岐阜県に受理されたことで正式な開発がスタートした。この計画は、その後変更が重ねられ、当初の日田川第一発電所計画は、 マスダ下原村にそれぞれ金山発電所と下原発電所の二つに分離して建設されることとなった。下原発電所はダム水路式発電所として計画され、日田川中流部の峡谷である中山七里に下原ダムを建設するほか、金山で日田川に合流する混ぜ川の下流部に混ぜ川園庭を設けて、それぞれより取水した水を発電所までトンネルで、 同水して発電する方法をとった。同時に混ぜ川延帝直上流部に東村発電所を建設し、混ぜ川と藁川の水を取水して発電を行うという計画も立てていた。ところが全く同じ時期に同じ平川流域で電力開発を進めていた日本電力は混ぜ川の上流部に西村ダムを建設し、ここから取水した水を平川本流にトンネルで 同水し、1924年に完成していた、瀬戸第一発電所において発電する、瀬戸第二発電所計画を進めていた。仮に、瀬戸第二発電所が完成すれば、混ぜ川の取水量は、極端に減少し、下丸発電所は、同水トンネル一致の大幅な、変更を余儀なくされるだけでなく、東村発電所は、計画自体が成り立たなくなるという大問題が、発生した。 そこで、両者は長期間を費やして、協議を重ね、最終的に以下の4項目で妥結を見た。東方電力は、日本電力の瀬戸第二発電所建設によって起こる、下原、東村両発電所への影響について、異議を申し立てないこと。東方電力は、下原発電所における取水について、混ぜ側からの取水量を減らし差分は、飛騨側からの取水増加で補うこと。 東方電力は東村発電所の推理権使用申請を取り下げること。両社は両計画を1938年10月末日までにすべて完成させ、日本電力は完成期日が遅れた場合には東方電力に発電推理に関する損害を賠償すること。東方電力の推理権使用申請は1927年。 日本電力の推理権使用申請は1930年であり、東方電力の方が先に申請を行っている。にもかかわらず、東方電力が大幅に日本電力に対して譲歩した内容での妥結となったが、それは日本電力の瀬戸第二発電所計画の方がより効率的に日田川の水力開発を行える計画案であったことによる。こうして、 東方電力は、下丸発電所の建設に着手することができるようになった。なお、瀬戸第二発電所は、この協議に定められた、期日通りに完成している。こうして施行が開始されたが、ダム建設によって、流木保障という現在では見られない、保障自由があった。日本電力が、瀬戸第一発電所を建設する際に、当時盛んであった林業の主要輸送手段であった。 流木が途絶えるとして、秘州木材株式会社との間で、激しい対立を繰り広げた、増田川流木事件が1924年に起こっており、岐阜県議会議長の終戦で、かろうじて流血の事態が避けられたという経緯があった。このため、飛田川を管理する岐阜県は、観光流木県の保護を目的に、ダム建設時には流木路確保のための流域課だじと、 流木維持のための放流を必ず実施するという条件で発電用水利券の使用許可を下していた。現在でいうところの漁業保障の魚が木に変わったようなものである。これに伴い下丸ダムにも左岸部に漁道様の流域形が設けられた。だが皮肉にも下丸ダムが建設されている頃には高山本線が岐阜駅と 高山駅間で1934年10月25日に開通。以後流木から鉄道輸送に木材輸送が切り替わったことでこの流域課題児はほとんど使われることはなかった。下原ダムと下原発電所は様々な計画変更や難局を乗り越えて1938年12月に5年の歳月を経て完成した。 ところが、下ルダムが完成した時期は、日中戦争が激化の一途をたどり、軍部が次第に政治を支配するようになった。そうした時世において、国家総力戦を推進していた第一次、近衛内閣は、陸軍統制派の圧力もあり国家総動員法と、共に電力管理法を同年3月に成立させた。その趣旨は、全国の発電、送電施設を、 国家の統制下に置くというものであって、翌年には執行機関として特殊法人である日本発送電株式会社が発足した。東方電力社長職にあった松永安左衛門はこれを通列に批判したことで引退を余儀なくされ、抵抗も虚しく下原ダムを含めすべての発電所は国家管理の名のもとに事実上接収された。ここにおいて下原ダムは 国直轄のダムとして管理されたが、太平洋戦争の敗戦後日本を占領した連合国軍最高司令官総司令部によって、日本初送電は1948年に過度経済力集中排除法の指定を受け、1951年にはポツダム政令の家電機事業再編政令が交付されて分割民営化された。旧東方電力は中部電力として、 再出発したが、飛騨川の発電用水利圏と発電施設の帰属について、旧日本電力の流れを組む関西電力との間で対立が生じた。だが、最終的には、公益事業委員会の調停で、すべての施設と水利権は中部電力が所有することになり、下丸ダムは中部電力に管理が継承され、現在に至っている。 シモバルダムに付設されたシモバル発電所は当初の計画では1 6 5 0 0ットの発電を行う計画であった。その後1936年12月10日には 19, 1 9 4 5 1ットに出力を増強させる計画に変更、さらに完成直前の1938年11月17日には現在の2 2 0 0 0ットによる出力となり、 現在に至っている。ダムと混ぜ川園庭で取水された水は、それぞれ2282メートル、3049メートルの水圧鉄管を通して、約2キロメートル下流の発電所に送られ、電力を生み出す。使用する水量の割合は、日田川分と混ぜ川分を5対1の比で取水する。鉄管は、国道41号や JR 高山本線の下を潜るため、 これに対応すべく、橋梁を建設した。中部電力は、その後朝日ダムを川切りに日田川流域一貫開発計画による、大規模水力発電計画を進めていったが、下原ダムは、この計画によって大幅な電力発生量の減少を余儀なくされた。1976年マゼ川に、岩屋ダムとマゼ川第二ダムが完成し、溶水発電の、マゼ川第一発電所が、 運転開始、2年後の1978年には、重量発電所が運転開始して混ぜ側からの取水量が減少したことにより、完成当時は年間発生電力量が約1億3076万キロワット時だったのが、量発電所の運用開始に伴い年間1800万キロワット時と約9分の1近くに減少したのである。だが現在中小規模の水力発電開発が、 経済産業省によって推奨されている中、下ルダムと下ル発電所の役割は、日田川からの電力供給において、重要な役割を担っていることには、変わりない。下ルダム下流付近の中山のなり、秘密橋と並ぶ日田川の代表的峡谷である。下ルダム湖を渡る、高山本線の特急、ワイドビュー日田号。鉄道ファンの間では撮影スポットとして知られている。 下原ダムは名古屋市、岐阜市方面からでは国道41号を下路市金山町中心部から高山市方面に北進すると右手に見えてくる。ダムは常に放流を行っているが、これは付近が秘密橋と並ぶ日田川の代表的な峡谷である中山七里の中央部にあたり、日田川の景観保護を目的に1997年に改正された。 河川法の趣旨に基づいて放流を行っているものである。中山七里は切り立った岩の間を荒々しく、日田川が流れる渓谷で、祈願も多く、日田木曽川国定公園の観光地の一つにもなっている。さらに北上すれば、岐阜県の代表的な観光地である、下路温泉にも到達し、名刀を求めて多くの観光客が訪れる。また JR 東海の高山本線では、 下モバルダム湖に架けられた鉄橋を列車が渡る。この鉄橋はダムの建設当時、満水位になると線路が水面とほぼ同じ高さになってしまうことから東方電力が保証の一環として建設したものであるが現在では第一飛騨川橋梁などと並んで鉄道ファンによる格好の高山本線有数の撮影スポットとなっている。この鉄橋を渡る特急 ワイドビューヒダ号の写真は JR 東海の高山観光キャンペーンにおいてポスターとして使用された他にも1990年代夜回政時にはメタモルフォーゼ鉱山ラインのコマーシャルとしてこの地を走るワイドビューヒダの映像が採用されたこともありそこで撮影されたオレンジカードとしても多数の種類が発売された休日にはダムガンの国道41号にある駐車帯 喫茶店付近に車を止めて撮影するファンが多く訪れる。日田川流域についてはこの時は前身の一つであった関西電力が手掛けていた。ハット後に岐阜電力と解消され、1927年に東方電力に九州合併された。ハット後に昭和の大合併でマスダ金山町となり、さらに平成の大合併により下呂市となって現在に至る。 この時、日田川第二発電所は、日田川第一発電所と改められ、後に分離して、現在は、七層発電所と、倉発電所として稼働。日田川第三発電所は、日田川第二発電所と改められ、現在は、上浅尾発電所として稼働している。当初は、瀬戸第二ダムと呼ばれていた。浅野総一郎を率いる昭川電力との間で、 繰り広げられた昭川流木事件の当事者でもあった。ありがとうございます。